はい、というわけで1ヶ月の、食費の内訳をやっていきたいと思います。最初、9000円スタート、9000円でやっていこうということで9000円スタートだったんですが、始めてすぐに、この日風邪になってしまいまして、いろいろ自分が食べたいなと思うものを100円ローソンで買って、911円になりました。で、次の日も風邪でしんどくて、おかずと、あとどうしても果物食べたくて買って686円ですね。ちょっとみかんが高かったかな。で、次の日、ここですね、ちょっと違うんですけど、東京ラーメンショーに病み上がりで行きまして、800円のものを2杯食べましたね。で、その日に黒ウーロン茶も一応気にして買って、で、調子に乗って帰りにコージーコーナーでショートケーキを買っちゃったんですね。なんかショートケーキフェアみたいなやつなんで。と、で、次の日、仕事が休みだったので、公園で美味しいパンを買ってパンを食べました。で、ここまでで残金が4765円になりましたね。で、そこから、また100円ローソンで必要なものをいろいろ買って735円になりましたね。このウインナー ×2 っていうのは、大好きなウインナーのアルトバイエルンに、近いウインナーを探すために100円のウインナーを2つ試しに買いましたね。グリコのもの と、日本ハム、日本ハムのものを買ったんですけど、日本ハムのものはやはりアルトバイエルンと同じ会社というだけあって、すごくアルトバイエルンに近かったです。まあ、でもやっぱりアルトバイエルンが美味しいですね。で、次、これはサンクス、サークル系サンクスでいろいろ買ったんですけど、確か、釜出しプリンっていう、サンクスのプリンのリッチバージョンを買ったんですね。なんで230円もしました。で、あと袋麺の白熊ラーメンを2袋のキリンラーメンも1袋買いました。で、次、ハッピーセットもその日に買って、で、そこまでの残金が2892円になりましたね。で、その次にいっぱい買ったんですけど、次の日に会社のことイトーヨーカドーに行っていろいろ買いましたね。この中で一番いい買い物をしたのはこのカット野菜100円ですね。冷凍の、カットされたお肉と野菜が入って100円でした。セブン&アイのものですね。で、一番後悔したのがこの冷凍餃子、味の素の冷凍餃子がなんと399円もしましたね。未だに後悔してます。これは普段198円とかでも全然買えるものですね。で、いろいろこのサバ味噌とかポテトサラダ、茶碗蒸しはセブン&アイのものだったんですけど、これ全部すごく美味しかったですね。これは正解でした。で、ここまでの残金で478円になりました。で、478円まで行きまして、で、次、ここなめたけ99円買ってますね。これはあの炊き込みご飯のために買いました。で、このきなこアイスは会社の子が美味しいということで買ってみました。アップルパイを作ったんですけど、シナモンとか冷凍パイシート、グラニュー糖、卵、バースデープレートを買ったらなんとマイナス646円になってしまったんですね。で、焦って、プラス1000円、9000円スタートだったので、このプラス1000円で合計1万円生活というふうになりまして、で、1000円足したことによって354円復活しまして、で、このバターを買ったり、このバターは焼きリンゴをするために買いましたね。シナモンとバターとお砂糖で焼きリンゴにしました。美味しかったです。で、いろいろ買って、これが最終日なんですけど、うまい棒とカルパスと、あとお酒、これおつまみですね。で、いろいろ買って最終的に10円残りました。というわけで、1ヶ月の内訳はこんな感じでした。